感じ
Hello, everybody. How are you guys doing? I hope you guys are all having an amazing day today. I am Ogie Kamik. You guys, of course, saw the viewers. What's going on? It's too late, Voltage. It's too late. We've already started. That would have been a good idea if you had brought it to me beforehand. Also, how is this in view? Anyway. So, last we left off, we pretty much rushed through the entire game, making sure we met every single goddang requirement to get the true ending. And we've pretty much hit every single one of them. At least I'm pretty sure we have. And if we haven't, I'm not going for the true ending again. But hopefully we get it. We left off right at the split where you can either go the sister's route or you can go the, that route. The route with the... My brain derped on that real hard. Anyway, I'm ready to get this going. I'm ready to finally get the true ending and see what it actually is. Because I want to save Uzume. I really do. So, I'm really pissed that we missed, like, one single bit, one single cutscene, one little itty-bitty cutscene, one tiny cutscene we missed. And I hope we didn't miss another one. If we did, I'm going for a walkthrough or something, but I'm pretty sure I went through everything, so. All right. Let's get to it. I think I'm ready. By the way, we did do the, we did the route with, Noir, the older sisters, and we're gonna go for the younger generation this time, just so that we can see what it is, because, you know, we're doing this all over again, why the hell not? And I'll definitely use something that I would have done if I did have the sisters, so, get ready for that. And I'm gonna let the cutscenes play from here on out, by the way. Hey, Blanc! What's up, girl? Been a while since I've seen you. What's up? ま、ここは私に任せてよ。体感用の弾頭ならさすがに壊せるはずだしね。ダメですよ。そんなの使っちゃ中にいるノワール どうせでっかいネプッチが手引きしたんだろうけどね。こうなるなら早いうちに始末して。Hey Red、ジャスト・タイム、マイ・バッド。随分と物騒なもの言いじゃねえか、偽物さんよ。おや、アイノー、デアイズノークオリティーズライトナウ。テメエのコタクなんざどうでもいいんだ。さっさとネプッチたちを返しやがれ。そして私たちを利用した理由も説明してもらうよ。 どんな理由でも始末はさせてもらう。何？君たちはただの余興だよ。君たちが妄想の渦に落ちてくれた方が世界はより混沌となるからね。愉快犯だったってこと？そんなことのために私たちをもてあそんだの？そうだよ。けど 君たちは揃いも揃って俺を失望させてくれたけどね。だからさ、そこにいる鬱陶しい俺ともども、君たちも殺してあげるよ。そろそろ目障りに感じてきたしね。俺を殺すだ。てめえが俺の何を知ってるか知らねえが、今の俺にはシェアエネルギーがあるんだ。 昔の俺だと思ったら大間違いだぜ、偽物さんよ。そうか。君はモンスターたちから
シェアエネルギーを得られるように事象を改変したんだったね。なら俺よ、俺と一つになろう。元は一つだったんだ。また一つ。I'm tempted to skip this because we already saw this little bit right here, but 俺が手に入れたシェアエネルギーも、俺の持つネガティブエネルギーも、どちらも俺の。We're gonna watch it anyway。グミンどもの絶望も、そしてわずかな希望も、どちらも俺の力になるんだ。何を言ってんだこいつは。さあ早く俺の元に来るんだ。そして共に俺たちを裏切ったゲーム業界の愚民どもに。 I'm sorry Voltage, I really am。 だから何意味わかんないこと言ってんだ。身に覚えのない復讐なんざするわけねえだろ。そうか、まだ記憶を全て取り戻せていないんだね。けど無理はないか。君の失われた記憶は俺が持っているんだから。それは本当なのか。言っただろ、俺たちは一つだったって。裏切られ苦しめられた記憶がないのなら。 Oh, please tell me we got the true ending though, seriously. If we didn't get the true ending, I'm gonna be so mad. うずめなんてダッセーよな。殺せ、うずめを殺せ。滅ぼされる前に殺してしまえ。嘘だよ、あんなの女神じゃない、悪魔よ。新しい女神だからって期待してたのに。大丈夫うずめ。しっかりするんだうずめ。これは頭が、君が持っていた記憶の何倍もの記憶を与えたんだ。脳や心がそれを受け入れ整理するのにも時間が必要だろう。せっかくだ、その間にここまでたどり着いた報酬として、偽りの歴史しか知らない哀れな君たちに教えてあげよう。愚民に裏切られ闇に葬られた守護女神の歴史を。守護女神とはゲーム業界の人々の望みや願望がシェアエネルギーとなり、それが元で生まれる、いわば女神とは人間の願いが作り出す神だ。だが奴らは俺を裏切った。生み出しておきながら自分たちには不都合で恐ろしくて忌々しい存在だとね。そして奴らは俺の抹殺を企て、それも無理だと分かると俺を封印し、あろうことか奴らは俺のことを黒歴史とし、もともと俺という女神がいなかったものとして新たな女神を求め始めた。だから俺は復讐を誓った、自分勝手な民衆に。You're wrong! ゲーム業界に。You're wrong! 憎しみに引き寄せられるように、シェアエネルギーではなくネガティブな感情がエネルギーとして集まってきたではないか。だから俺はその力と妄想力を使って、女神らしく奴らの願いを叶えてやったのさ。黒歴史らしく、ゲーム業界から俺に関する全ての記憶や記録が消えるよう、歴史そのものを根幹から改変してやったのさ。そして俺という存在を忘れた愚民どもは新たな女神ウラヌスを生み出したのだ。じゃあ、あなたは。そう、俺こそがプラネテューヌの守護女神、天皇星うずめだ。そういうことだよ。わかったかい？なら、ひざまずきたまえ。後輩風情が図が高いよ。な、何？体が重い。ううん、この引っ張られる感じは、
重力？そして君もだ、俺。絞りかすのくせにオリジナルの俺に盾つこうなんて片腹痛い。そして種明かしだ。この世界、新次元とは封印され眠っている俺の心の中に。My question is, where is she sleeping? いや、where is she sealed? 俺が見ている夢の中とでも言うべきか。なんせ、俺が滅ぼしてしまったゲーム業界の悪夢がこの新次元の元になったんだからね。だから、君たちが言うゼロ次元なんてものは存在しない。あそこは新次元の外れ、いわば入り口のような場所だからね。それゆえにこの世界の事象を操作することなど容易いことなんだよ。ありえないわ、そんなのデタラメよ。それすらも可能にするのが妄想力だ。だからこそ誰もが俺を恐れ抹殺しようとした。そして俺は長い間この世界で暮らしていくうちにひらめいたのさ。外から封印を破ることはできなくても、この世界が独立した次元と化しているのなら、この次元を Just look at her eyes though. They just look like black holes. だけどそんな時だ、一つだけイレギュラーな事態が起きた。それが俺さ。何が原因かはわからない。突然精神、いや魂の一部が分離し、俺という存在が生まれた。そしてあろうことか、ダーク女神による次元破壊を防ごうとしているではないか。おかげでこの次元を破壊し、超次元へと乗り込む作戦が失敗に終わった。だがそれ以上に新たな発見もあったんだ。俺がシェアエネルギーにより力を得ると、俺自身もパワーアップするということにね。 I wonder why. するとどうだろう、次第に超次元の様子が鮮明に見えるようになり、短時間だが超次元に具現できるようになった。とはいえ実体はないに等しいからね。まるでホログラムのように物に触れることすらできなかったが、それでも十分だったよ。そして俺はその2つの次元を融合させ、封印を破らずとも超次元に具現させる方法を思いついた。だからより力を得るために、途中からは俺が力を得られるようにマジェコンヌを差し向けてお膳立てをしてあげたのさ。いわゆるゼロ次元を冒険する俺が強くなるよう接待プレイをしてあげてたのさ。発見と協力に感謝するよ、後輩諸君。スクラブス。そんな、ゼロ次元を救うためにしていたことがあなたへの協力だったなんて。全て仕組まれていたというのか。まるで家畜を育てているようだったよ。餌を与え、肥えさせ、喰らい、そしてそれは血肉となる。そうだ、感謝ならゴールドサードにも言わないとね。黄金の頂が超次元を示すマーカーになってくれたおかげで、この次元を超次元に誘導することができたんだからね。一時的に信仰心が下がる守護女神の転換期に、さらにあることないことネガティブな情報を流し、守護女神という存在そのものの必要性を下げる。すると守護女神ありきで成り立つゲーム業界は、その生存本能として新たな守護者を生み出すために黄金の頂を作る。そして黄金の頂の得意な反応は、多次元空間でも珍しいものとして異なる次元からでも観測されるのさ。私たちも秘密結社も全部あんたの手のひらの上だったというわけか。ゲスが
俺もこれで思い出しただろう。ならば共に復讐しよう。二つの次元が融合すればダーク女神も超次元に復元できる。ネガティブエネルギーを司る俺とシェアエネルギーを司る俺、そしてクロワールの持つ別次元の女神の力、これら三つの力があれば俺たちは永遠にゲーム業界を支配できる。そして世界を、愚民どもを永遠に苦しめるんだ。争いの絶えない妄想の渦巻く世界に作り変えてな。断る！そんな話を聞いて誰がてめえになんか協力するかよ。俺が俺だとか、俺が俺だとか、そんな面倒くせえ話どうだっていい。俺はネプッチたちを助けに来たんだ。それ以上でもそれ以下でもね。てめえの言う通り、俺がネプッチの前の女神なら先輩らしく後輩の面倒を見ないといけないんでね。残念だよ。俺の力があればよりゲーム業界を妄想の渦に叩き込むことができたのに。なら俺なんて不要だ。消えてもらうよ。やろうってのか。多勢に無勢なんだぜ。多勢に無勢？それはどちらが多勢でどちらが無勢なのかな。だろう。ここは俺の夢の中だってね。神羅万象を司るこの俺にとって過去の記憶から傀儡を作り出すなんて造作もないことさ。 Hello。 どうだい、懐かしい顔ぶれだろう。彼女らには Looks like my controller's running out of battery。 今となってはいいコマだ。だからといって引くことだけはできません。My controller's running out of battery. This isn't good. だけど、I only have one delay left. まだ早い。ちょうど彼女たちが妄想の渦に落ちたところだ。せっかくだから登場してもらおう。And I might have to do this fight. Oh gosh. やほーい、ネプチューヌ、最短。まったく、あんなところに長時間閉じ込めるなんてどうかしら。I'll be right back. I need to grab the blades.まるで生まれ変わったようですわ。なぜかしら、すがすがしい気持ちだわ。お姉ちゃん、よかった。その様子だと無事みたいだね。うわー、ネプギアだー、殺さなきゃー。は、何物騒なこと言ってるのよ。あなたはいきなりすぎてネプギアが驚いてるじゃない。ごめんごめん、久しぶりのネプギアだったからつい浮かれて羽を外しすぎちゃったよ。殺すなんてもったいないもんね。いたぶっていたぶって苦しめなきゃね。な、何言ってるのお姉ちゃん。私はどうやってユニをいたぶろうかしら。死なない程度に手加減するって難しいのよね。お姉ちゃんまでどうしちゃったの。ロム、ラム、聞かせて。あなたたちの悲鳴を。甲高くて頭に響く耳障りな声を聞かせてちょうだい。お姉ちゃん、怖い。どうして、どうしてお姉ちゃんもそんなこと言うの。それはね、私たちがあなたたち妹のことが憎くて憎くてたまらないからよ。まったく、あなた方がいいですわよね。
可愛い妹をいたぶることができて仕方ありませんわね。私は残り物で我慢して差し上げましょうか。アイエフさんとコンパさん、そしてゴールドサード。さーて、どなたからにしましょうか。We got batteries. The whole reason why I stepped away without watching all this is because I've already seen this section, but I just thought it would be best to let it play through. And I'm actually gonna have to skip through this once the battle starts because I need to restart the whole thing. Because, yeah.そんなの、あなたが憎いからに決まってるじゃない。妹のくせに、姉の私よりできることと周りから褒められ、私には指図ばかりをする。理由は明確でしょ？苦しい。話して。お姉ちゃん。ああ、いいわ。いいわよ、ネプギア。あなたの苦しむその顔。でも愛しいわ。これ以上はダメ。大丈夫？ネプギア。いいところだったのに。こんなんじゃ助けるどころじゃないよ。一度逃げよう。待ってください。せっかくここまで来たんです。お姉ちゃんたちを助けなきゃ。気持ちはわかる。だがネプッチたちはもう。さっき私の苦しむ声にちょっとですけど反応がありました。だからまだ希望はあるはずです。 I have an idea. How far away into this? 35 minutes? ギアッチがそいつを見たってなら俺はその賭けに付き合うぜ。危険だウズメ。それに君は今。そんなことは分かってる。自分なのに自分じゃない記憶が頭の中をぐるぐるして気持ち悪いんだけどよ。今はそんなことよりネプッチたちを助けることが重要なんだ。ならその賭け私も乗らせてもらうわ。私たちも。せっかくお姉ちゃんを助けに来たんだもん。帰れるわけないわね。トムちゃん、私だってそうよ。ネプコが言って聞かないなら殴って言い聞かせるだけだわ。アンナノワールさんは私の親友じゃありません。私だってブランちゃんのパートナーなんだ。道を外した時は殴って正してやるのが相棒だ。そうだね。仲間を正すのはヒーローの常。待っててネプネプ。今度は私がネプネプを救う番だから。珍しいな、お前が子供以外にタダで働くとは。私もネプネプにはたくさん借りがあるからね。それに女神様たちのあんな姿子供たちに見せられないよ。で、エスー社はどうなの？助けるに決まっている。へえ、興味ないお化けのエスー社が珍しいね。イーシャもベールのあんな姿を見たくないと言っている。 I'm tempted to get back into learning guitar just to play this on my guitar. 理由がいるかい？なら満場一致で決まりだな。待ってるよネプッチ。俺たちがお前らの目を覚まさせてやる。 Still waiting on my food. Hi Kit Kat.Alright, so I actually need to restart this because there's no way for me to. There's literally no way for me to do this properly. Hold up.
Let me check something. By the way, guys, real quick. We'll be finishing this before the stream ends today. So if you guys want to vote for what we're going to do next, I'd appreciate you guys clicking that and voting. All right. I'm going to pause stream here real quick. It's 8 o'clock and I'm going to start to do this every hour just to hope for qualities for pretty much everyone's sake. So give me a second. I'll be right back.